どうも元火葬場職員の下田花尾です。えー、今日はですね、亡くなったご遺体の状態についての質問が来ましたんで、ちょっとこれ読ませていただきますね。えっ、ー、と、こんにちは。下、え、田、ー、さんの動画大変勉強,に勉強になり、えー、感謝しております。じゃあ、こちらこそありがとうございます。えっ、ー、と、火葬場機団からすべて拝見し、かねてより、えー、聞き及んでいたことで疑問が湧きましたので、質問させてください。OK です。えっ、ー、と、人が遺体となった後、徐々に乾燥が進み、それにより皮膚が縮むため、えー 髪やえ髭があたかも。生命活動が続いていたかのように、わずかに伸びると昔聞きました。はい、はい、はい、あのー、そうですね。特に男性の方の髭とか分かりやすいんじゃないですかね。結構あのひげがこうヒューっとこう出てきたりしますけどもね。はいで、しかし、下田さんのお話でガスが溜まる、えー、ことがまあ。あ でまあ、ふっくらすることがありました、えー、亡くなった祖父の遺体はわずかにひげや爪が、えー、少し伸びていましたがこれは単に亡くなる前に切っていなかったのがまるで伸びたかのように思われただけなのでしょうか当時はまだ子供だったし、えー、それ以降亡くなった親戚のひげや髪を見るき爪を見る機会がないままなのでああそれはでもいいことですよね、えー、真,真実が分からないままですどうぞよろしくお願いしますとともにますますのご活躍をお祈りいたします。ありがとうございます、はいえー、と確かに あのなんか全然真逆のことのように聞こえますよねでこれ正解なんですけども、えー、正解はですねあのどっちもどっちも正解なんですよ遺体ってなくなりますでそのまんまじゃないんですよご遺体というのはあの常に変化しますずっと、えー、変わり続けるものなんですよねだからあのどの状態の、えー、どの時のご遺体の話かによってご遺体の状況は変わってきますよっていうのがこれ答えになってきますはいで えーとまあ、ほとんどですよ、まあ、あの例えば病院で亡くなられてで亡くなったらすぐにドライアイスとか当てるようになると思いますあのその方があのご遺体、まあ、要は、えー、進まずに済みますんでね、えー、その状態のままになるんで。 でそうなると、まあ当然乾燥のみが進みます。腐敗は抑えられていきます。まあもちろんそれでもあ腐敗しないことはないんですよ。もちろんね。なんだけど、やっぱりだいぶ抑えられます。この抑えられていってる状態で水分はでも抜けていきます。まあそれなんかあの別にわかりますよね。それは水分いっぱい入ってて、えー、なくなって、なんで水分どんどんなくなっていくよねってなんだろうかわかると思うんですよ。だから、えー、さっき言ったみたいに、髭が伸びているように、だから皮膚がこう沈みますんでねえ。皮膚、こう、要は中の毛がですね、 こう伸びてきたみたいな感じで出てくるんですよ。でそれでまああの日が伸びているかのように見えるっていうやつね。でそれも全然もうもう本当にその通りなんであの見られたのは本当にその通りだと思います。でなんですけど次ねその腐敗の方がこう進んでいた場合ね。で腐敗がこう こうどん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 こう上がっていった時は逆にこうガスがたまったりしてぷっくらしたりとかいうことがあるんですよっていうこれはえ亡くなったご遺体の時期のの違いの話ですだなのであのその当時ねだからあの本当にそのご自身の、えー、理解しているままがあの大正解、えー、だと思います。まあ、なので、えー、っとよくその、ね、ドライアイス、まあ、当てることの重要さっていうのはあのその辺になってくるんですよ。 あのやっぱりドライアイス当てないと特に夏場は、ね、急激に変化、えー、してしまうので、まあ、あのその体これは、まあ他の動画で言ってますけどその体冷やすだけじゃなくてです、ねえー、その鼻からこうなんか出てくる、まあ、液体が出てくるとか耳からとか目からとか、えー、そういう液体が出てくるのを防ぐという意味でも、えー、凍らせると液体は固まりますのでね、えー、それしないとこうどんどん出てくる時があるんですよ。みみんんんななながそうじゃないんですけどもね まあやっぱりあの人によってはですね結構出てくる時あの本当にその棺の下がこう結構ねあの湿るぐらいに出ちゃうっていうこともこれも実際あるんですよ。そういうのを止めるためにもまあドライアイスはすごく重要かなっていうふうにまあ思いますね。たまままににねねねそうですす、ねまあ、ちょっとこれ葬儀屋話になりますけど、ね、あのーまあ 例えばお家に、えー、伺ってですね、ね、お家で、ねえーまあ、亡くなった方は寝,寝てもらうっていう、まあ、そのパターンとかもまあお葬式葬儀であるじゃないですか。でその時に、まあ、ご,ご自宅に行ってですね「あ失礼します」って言ってあの「ドライアイス交換させていただきますね」とか言って、まあ、ドライアイスもです、ね、その綿花とか,なんかこう綺麗なこう包んでね今からやるんですけどもお布団にこうなんか綺麗にやったりするんですけども「ああこんな冷たいの。 いやだろうなとかずっとこう後ろから言われたりとかあの、まあ、たまにするんですけどもねあのなるべくこう、まあ、僕も葬儀屋さんやってないんで、まあ、全然僕はもうあれなんですけどなるべくこう言わないであげてねってなんかそう思いますけどねまあ気持ちは分からなくもないんですけども、まあ、それしないと あのやっぱりそのねあの苦労するのはやっぱ五十さん自身ですからあ,の、まあ、あんまり言わないであげてってなんか僕は、まあ、あの個人的にはすごく思いますけれどもねだから結構、まあ、あの皆さんね、まあ、全員じゃないだろうけれどもその亡くなった後の状態って気にされる方はやっぱ多いんですよ。だから先ほど言ったその例えばちょっと,ちょっとが伸びて,るかもしれないっていうやつってあの、まあ、もちろんその当たってるんですけどその変化を、えー、っと要はこう気づくってやっぱり相当気にしてないと。 あ,のあ,あれちょっとひげ伸びてるなみたいなねあのやっぱこう気にしてるからこの皆さんそこに気づくわけですよ。でそれだけあの亡くなった方のですねその亡くなった後の姿あって、まあ、重要なところでもあるんですよね。だからこそあのこれ本当に思うんですけども亡くなってあのすぐに死亡診断してもらうっていうのって実はすごく大事なことなんですよ。死亡診断、えー、これされないとで,ですねドライアイス当てれません。 えー、そういういのがありますだから、えー、っとかかりつけのお医者さんとかでもそうなんですけれどもあのなるべく早く来てくれる方があのいいお医者さんですじゃないと,、えー、っとどん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 体、えー、進んでいきますまず肌の色とか変わってきますであと匂いもあのだいぶ上がってきます特に夏場は本当と2日3日とかでもあのだいぶ変わってきますんで,でそうなるともうその家のねお顔と違うようにもこうなってきちゃったりとかもね、えー、しますんで。 あの本当に例えばその自宅でな、えー、亡くなったもしくは亡くなったかもしれないっていう時もあの皆さんなるべく早く、えー、とそういったところにちゃんと連絡して、えー、なるべく早く処置をしてもらってください。えー、それは亡くなった時の、えー、亡くなった人の,、えーそのまあ、見た目、ね、外見が変わらないでなるべく、えー、生きていた時のに、まあ、近い方がいいなと思う方はそうしてください。 あのそうじゃない方は別にいいですけどねねある意味、ね、別に全然変わってもいいんだよとかいう人は全然いいんですけどもまあまあ大体その葬儀のね、まあ、葬儀関係の仕事として大体やっぱ皆さんあのなるべく変わらないでほしいっていう方がなんか大多数なんでね、えー、そういう方は是非あのそのたりをこうシュッシュッシュッと、えー、やっていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、普通に病院で、ね、入院で入されていてていそして亡くなった っって言ったらまあ病,病院なんでそのままねすぐにお医者さんが死亡診断を出してくれるんでいいと思うんですけどもね、はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。